お笑いコンビナインティナインの岡村隆史が24日深夜に放送された日本放送のラジオ版。海、ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン、毎週木曜25:00チルダに生出演。俳優の山田孝之のバスト測定イベントを羨ましがった。ナインティナインの岡村隆史この日は冒頭から日大アメリカンフットボール部の選手が悪質な反則行為で関西学院大の選手を負傷させた問題についてトーク。これどこに着地するのかなと。一体言ってないですから、どういう風に決着つけるのか、この先もなかなか着地しないと思います、などと話した。そして、そんな中で、山田孝之くんがバスト測っているのがほのぼのして、ええなと。こんな仕事欲しいなと思いました、と、19日に都内で行われた、ふんわりルームブラバスト測定。受付イベントの話題に変え、約300人の来場者のバストを測定した山田を羨ましがった。その後も、いいな、なんであんな仕事ができたんだろう。全然やりたいけどね。測りたい、と興味を示していた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。